美州海戦内海戦選手内田屋は、愛知県北郡南千田町にある古民家。海戦業者である内海戦の有力選手だった、内田家の邸宅であり、本家である内田佐七家の家屋と文家である内田佐兵二家の家屋からなる。内田佐七家の母屋や,や座敷は1869年の建築であり、1872年までには、 敷地内のすべての建物が完成している。2017年7月31日には、内田佐七家が重要文化財に指定された。文化財指定名称は、旧内、田屋住宅。2018年には、内田佐兵に屋が、登録有形文化財に登録された。近くを流れる、内海川江戸時代には、尾張国を拠点とする海鮮業者集団として、美州海鮮があり、 下半島南西岸の内海やその周辺を拠点とした備州海線を内海線と呼んだ。預かった積み荷の運送量を利益とした村海線や東海線とは異なり、備州海線、内海線は購入した商品を運送先で売却して利益を得ていた。江戸から瀬戸内海までの広い範囲を大型船で公開して活動した。内ちは19世紀前半に、 海鮮業に手をつけ、二代目、内田佐七が、現在の内田佐七家を建設した。内田家は、内海戦選手組合、エビス港の役員となるなど、内海戦の有力選手として知られた。内田家住宅は、太平洋岸に現存する、海鮮選手の家屋の中では大規模なものであるとされる。内田家は、明治時代中期には、海鮮業から手を引き、四代目、 内田佐七は内海と竹豊を結ぶ乗り合い自動車を運行したり、名古屋の堀川銀行を移転させて内海銀行を設立したり、森田全平らと共に四季島製パン株式会社の創立に参画するなど多数の地域事業に関与した。1969年には四代目内田佐七が亡くなり、内田家住宅からは住人がいなくなった。 1996年10月には保存整備事業が開始され、1997年度から2000年度には日本福祉大学地下半島総合研究所によって建物現状調査と所蔵品調査が行われた。2005年3月2日には内岳住宅の土地と家屋が所有者から南地下町に寄贈され、2005年度と2006年度に建物の修復工事を行った上で、 2006年12月から一般公開を開始した。2008年3月25日には南地田町指定有形文化財に指定され、2017年7月31日には旧内、田屋住宅として重要文化財に指定された。重要文化財の指定理由として、海鮮主の住宅としての特徴をよく備え、明治初期に成立した屋敷構えをほぼ完全に、 止めており、太平洋側で希少な海鮮主の住宅として高い価値を有していると評価されている。北半島の近代和風建築として初めて重要文化財に指定された建築物である。2010年7月24日には内田佐兵に野党主の内田佐田信によって内田佐兵にや住宅の土地と家屋も南地田町に寄贈された。母や土蔵。 離れの修復工事を行った上で、内田佐兵二屋住宅は2016年7月9日から一般公開を行っている。2018年11月2日には内田佐兵二屋住宅が登録有形文化財に登録された。内田佐七住宅は、下記の建造物旧棟及び土地が、旧内、多屋住宅として2017年7月31日、重要文化財に指定され、 胸札等の関連資料が重要文化財の月として指定されている。内田佐兵二住宅は、下記の建造物5棟が2018年11月2日、登録有形文化財に登録されている。ありがとうございます。